はい、毎日新聞の中川と申します。はい、昨日先ほど井川さんの質問にもありましたけれども、昨日の会見でその生理会社の、まあ、ご自身にご相談された生理会社の方のご発言をその引用されたことについて、今まあ、報道もありましたし、インターネット上とかでもかなり批判がの声が上がっているところでありますが、これに対してどうお答えになりますか。どういう批判ですか。例えばその、まあ、性被害者だとしてもそう笑ったりもするし、会見出てああいった形で被害を公表するってこともあり得るわけですから、なんていうか、まあ、笑ったりですね、その被害を公表するということがありえないということは言い過ぎではないかと思います。ですから先ほどの江川さんの、ね、ご質問の時も申し上げましたけど、私は笑顔になるはずがないとかするべきではないとかそういう話一切しておりません。それで批判をされる前にそういう発言をしてませんので、ただそれをあえてあの場で言いようなさったっていうのはどういったご意図だったんでしょうか。それはこの係争はこの判決文皆さんお読みになったと思うんですが、クレディビリティの争いになってます。それは要するにハードファクトっていうんですか、もう例えば私がその犯罪をしている瞬間の写真があるとかね、そういうものがなくて、その状況証拠の中で争われている事案についてはクレディビリティの争いになっている。だから、伊藤さんがついた嘘を列挙するのは私は今まで一切してなかったんですが、そのクレディビリティの問題として、まあ、今日もいくつか指摘させていただきました。その一環としてね、私が他の方から言われたことをそのままお伝えしたことについて、何か私が会見で何を言うかまで批判されると、これクレディビリティとしてこういう情報もありますと、そういう話をお伺いしましたとお伝えしただけなので、それで、まあ、批判されるのであれば私は構わないですけど、私が笑うのはありえないなどとは絶対に言ってませんので、そこは会見を見直していただいて、ぜひその正しく批判するならしてください。Back up.